北野高校で行われた関西公立高校即興型英語ディベート交流大会、この大会の参加者にお話を聞いてみました。そうですね、授業とかでも嫌なことなくて、日本語でディベートするだけっていうのでも難しいのに、しかも母国語じゃない言語でやるっていうのもすごい難しかったです。あ、そうですか。なんか他府県のレベルの高いとこ見たら、あ、なんかやっぱりマグラ会でっていうわけにはいかないなっていうのは。あ、なるほどね。努力しないとやっぱりいけないかなっていうのは、ね、そういうなんか学校の人たちと仲良くなれたのもすごい嬉しかった。なるほど。英語を通してっていうのが良かったんです。あ、そうですか。じゃあ今日は経験になりましたね。はい。思ったことをうまく言えなかったりしたんですけど、すごくいい経験になりました。あのやっぱりその他校の人とかって初対面の人なんですけど、そのやっぱりディベートとか英語っていうのを通してこういろんな人と交流することができて、すごいいい機会になりました。あディベートも参加してみて、英語頑張ってみたいなと思うよね。この大会の主催者にもお話を聞いてみました。やるきっかけといいますか、はい、あ、そうですね、私の方の全国で即興型の英語ディベートを普及するという活動を、はい、5年以上前からやっておりまして、はい、文科省の助成などを受けながら、はい、授業の中でできる即興型の英語ディベートというのを、うん、紹介しております。でそれを関西でも紹介させていただいて、で各校の生徒さんが集まって交流をするという企画を立てたいということで、校長先生のご協力を得ながら、開催できたというのが、はい、そうですね、もうあまりないと思います。でも即興で英語で議論するっていうこと自体は非常に、まあ、グローバル社会で求められる能力で、それをやはり今回集まってくださった高校の皆さんは非常に興味を持って取り組めるということで、お集まりになりました。そうですね、全国ではもう全国大会というのも次第3回目が12月に東京大学で開催されるんですけれども、はい、首都圏の方からも、はい、関西圏からも九州や東北からも出場されます。あ、そうですか。非常にいいと思います、うん、本当に皆さん結構積極的に発言が回を繰り返すごとにできるようになってきておりますので、うん、本当に単に英語を話すだけじゃなくて、まあ、中身もしっかり整えながら訓練できるっていうところで非常に効果があると思います。あ、そうですか。あ、そうですね、やっぱり柔らかいものの方が、まあ、入って行きやすいことがあって、はい、すごい盛り上がりはしますけれども、はい、やっぱり硬いものでも自分の知識がいかに足りないのかというところに気づいて、勉強になる、モチベーションになるというところが、これをやってみたかったんですよね。やってみたかった。この6校はね、もともと名前は知っている、はい、単に名前知ってるだけのライバル校やったんですよね。でも生徒が交流することで、はい、お互いが顔が見えて、切磋琢磨できる、そういう関係になるような、そういう取り組みにしたかったんですよね。もう白熱のディベート、ね、1回目2回目だんだんと白熱してきて、そして終わったらノーサイド、ね、いやないけれども、握手すると、まあ、そういう関係、ね、まあ、英語の格闘技、まあ、そういう感じでしょう。もう大成功、ね、やっぱり生徒たちがこんだけアクティブにやってくれたということはね、そして一日の中で誰の目に見ても成長している、まあ、そういう光景があった、ね、これはもう大成功以外の何もではない、これは何もではないです。